ルーティーです。ダーダー。こちら馬券の払い戻しで1億円目指しています。今日は浦和競馬場で行われる埼玉新聞。はい。なるほど。わあ。今日も気合い入れていくぜ。えい。はい。リッカルド馬鹿にされすぎてませんか。これ確かに。ああね。4番どういうこと。人気。実績はあるんでね。もうリッカルドは1着ってことですか。努力作品の。まあ頭まであるんじゃない、ぐらいの馬と思ってた、単勝で買ってもいいかなと思ってたぐらいですね。9歳ですよ。9歳9歳ベテランだね。それちょっと気がかりじゃないですか。じゃあ単勝じゃないところ2、3着どうなの姉ちゃんさん。もう泣いても笑ってももう馬券買ってるんで、ああだこうだ言われても、ね、じゃあ見ましょうか。何してー、食いついてんない、ね、食いついて姉ちゃんさん。僕たちが買った馬券こちらドーン、おお。2、5、9、3連単ボックス6点。なんかあれですね、珍しい買い方ですよね。うん、そうですね、3連単ってこの3頭も必ず来るってことですもんね。そう、その3頭しかダメ。すごい買い方だ。でこの3頭しか来ないよ。じゃあまあ2、5、9応援すればいいですね。2、5、9応援すればいい。どの順番でね、2、5、9が来ればいい。まあ9頭の方ががぜんつくよな。はい、うん、なるほど、なるほど。もうどうですか。はい、じゃあレースを見ていきますか。ゲートへと誘導されて収まります。おー、ああ、うん、ゲートイン完了。シャトラック発射、いけー、スタートしました。いいんじゃない、2番がいいじゃない、2番がいいじゃない。今出てるね、リッカルド白い馬ですか。1馬身半から2馬身後乗りました。2号じゃん、2号じゃん、リッカルド低いね。あれですか、この位置は大丈夫なんですか。リッカルド白い6番当選ガーネット、リッカルドは大体ここら辺の右側4番のマイネルバトラ、ここは固まってきて9番リッカルド、6に行けたんじゃん。あとは7番オールブラッシュ後方3投目、離れて当番10スタートボード後ろから2投目、最後方11番ロードアルピジオ、縦に長い展開です。先頭2番のファルコリング1人旅、リードを5番6番で2番手以下の固まり加減で5番タービランス、迫っていくのは7番オールブラッシュ、ポジションを上げてきて1コーナーカーブ、4番のマイネルバサラ、内を通る1番のホーリーブレイズ、外から9番リッカルド、さらに内を通る3番リンゾーチャネー、前は残り線を通過、先頭からファルコンウィング、リード3パシングラインに縮まって、2番手からのルドボールで、カルドの赤から向上面、腕が動いてもらって、ここまた2番手を追っていって、ルラ9番リッカルド、後ろ通り4番マイネルバサラ、1番審査1番ホーリーブレイズ、あとは3番リンゾーチャネル、外から5番チェスタットコート、後方から10頭6番当選ガーネット、最後方11番ロードアルペジオ、前は3コーナー手前、逃げる。ほらほらほら、頭あるぞ。2番手追っていくのは9番リッカルド、大田来た、大田来た、頭あるよ、あと5、え、こっちやね、え、4番手1番のホーリーブレイズ、あとは7番ホーリーブレイズ、そして9番10番ロードアルペジオ、さらには3番リンゾーチャネ、前は4コーナーカーブ、逃げる人このままじゃない、このままやっぱり1が変なことじゃないければ、9させ、すごい、1番手の5番タービラ、いけよ、残った、多分残った、残ってますよ、ギリギリで2番手、5でもいいですもんね、ドンピシャ3頭やった、ホースです、珍しいティッチャーです、怖い、怖い、1年ぶり、9来てほしかったな、すごい、すごい、こんななんか3頭選んで3頭選んで、すごいですね、55倍、おー、55倍、おー、55倍ですね、900円、おー、はい、分かった分かった、結構な勝ちじゃないですか、5万ぐらい、5万ぐらいになりました、おめでとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごい、9が頭くればもうちょっとついたんですけど、まあでもね、はい、これで週末が楽しみになりましたね、転がしていって週末が、まあそうだね、このまま JBC に突っ走っていくんで、はい、皆さん週末挟んで JBC、 うん、 JBC 最高だね、最高の動画多分出せると思うんで、頼もしい、みんなお楽しみに、バイバイ、バイバイ。